どうもこんにちは。人獣共通感染症リサーチセンターの高田です。今日は皆さんおなじみのインフルエンザの話をしようと思います。インフルエンザというのはたびたび爆発的な流行を繰り返してきたわけですが、そこのスライドにありますスペイン風邪からアジア風邪、そして香港風邪、これはみんなインフルエンザです。で、記憶に新しいところで豚由来の H1N1 といっています。この H とか N の説明は後でしますが、それもこの間大流行しました。それから今もう一つ危惧されている鳥インフルエンザの話、これは H5N1 というウイルスに起こるんですが、で、こんなポロポロインフルエンザいっぱい出てくると、で、これは人類の力で撲滅することはできるのかという質問たびたび受けますけれども、答えはノーなんです。そう、インフルエンザは終わらない。で、これスタッフの人がつけてくれたタイトルなんですけど、なかなかいいタイトルだと思いませんか。インフルエンザは終わらない。で、その終わらないインフルエンザに対して私たちはどういうふうにしたらいいか、どうして終わらせることができないか、どうしたらいいかということを今日はちょっと考えていこうと思います。で、まずウイルスっていうのはどんなやつかということを最初に説明します。で、ウイルスは簡単に言うとすごくちっちゃい生命体で、定義的には生物と言えるかどうかもわからないような生き物で、ここに出ていますけど、大きさがまずすごく小さいんですけども、増え方がまず違ってですね、細菌とか細胞、いわゆる僕らの体の細胞というのは、生物です。自分で栄養を取り込んで呼吸をして代謝をして自分で分裂して増えていくことができる。でも、ウイルスはそれができない。全く違う増え方をします。で、ウイルスはどうやって増えるかというと、すべて細胞に、生きている細胞が必要で、その細胞に依存するんです。で、ウイルスはまず細胞にくっついて中に入っていって、自分の遺伝子とかタンパク質を細胞の中に放り込む。で、その後で自分の放り込んだ遺伝子を鋳型に細胞の中の材料を使わせてもらって、遺伝子をコピーして、そして自分と同じものを複製して細胞の外に出ていくと、こういう増え方をするわけです。で、この写真はインフルエンザウイルスがまさに今細胞からこう出ていこうとしているところの電子顕微鏡写真です。そこにつぶつぶ写っているのが全部ウイルスの一個一個の粒子なんです。で、感染しちゃった細胞はどうなるかっていうと、死んじゃう、あるいは正常な機能を保てなくなる。で、そういうことでこの体は、僕らの体は病気という形に発症するわけですね。で、全てのウイルスに共通のことですが、ウイルスは自分で増えることができない。つまり、細胞が、生きている細胞がいて、それに寄生し続ける、寄生しないと生きていくことができない、増えることができない、維持できないということになります。で、インフルエンザウイルスのことをちょっと詳しく見てみます。で、これはインフルエンザウイルスの電子顕微鏡写真です。直径はだいたい100ナノメーターぐらいなんですが、これを模式的に表すとこんなふうになっていまして、ウイルス粒子の表面は2種類のトゲトゲ、スパイク状のタンパク質に覆われています。で、その一つはヘマグルチン HA という HA と呼ばれているもので、もう一つはノエラミニダーゼ NA と呼ばれている、この2種類のタンパク質、このトゲトゲのタンパク質の種類によってインフルエンザ A ウイルスというのは複数のアガタと呼ばれる、種類がに分けられるわけです。で、特徴的なことはもう一つあって、この遺伝子、インフルエンザウイルスの遺伝子というのは8つの分節、8つにこう分かれてしまう、分かれた遺伝子を持っている。模式的に表すところですね。で、この分かれた遺伝子を持っていることから特徴的なことが起こります。で、それは遺伝子再集合と呼ばれる現象なんですけど、例えば HA と NA の種類がいろいろあるって言いました。で、 H の型が1、 N の型が1と H の型が2、 N の型が2というこの2種類の違うウイルスが同時に1つの細胞に感染すると、この中で遺伝子が細胞の中で独立に増殖して増えますね。で、この増えたやつがいろんな組み合わせで元のとは違うコンビネーションで出てきてしまう。で、これを遺伝子再集合って呼んでいます。で、そうすると最初のウイルスの型にはなかった型、これでいうと H2N1 っていう新しい型、組み合わせのウイルスが出てきちゃうんです。で、こういうことが自然界ではたくさん起こっていて、そして、さっきいろいろな種類があるって言いましたけども、HA の方は16種類、NA の方は9種類、自然界で知られているので、全体的には、理論的には144通りのインフルエンザウイルスというのが自然界に存在することになります、理論上は。で、このいろんな種類のウイルスを、じゃあ普段何がどこにいるのかというと、それはカモなどの野生水菌、これをインフルエンザウイルスの自然宿主って呼んでますけれども、カモだとかガチョウだとか、要するに野生の渡り鳥ですね、水鳥、
がいろんな種類のウイルスを自然界でずっと持ち続けて保有し続けているんです。これウイルスの自然インフルエンザウイルスの自然宿主は野生細菌で、重要なことはこの野生細菌が持っているウイルスというのは全然病原性がない、病気を起こさないですね。どの動物にかかってこいつ自身も病気には当然ならないし、他の動物に行っても基本的には病気をほとんど起こさないウイルスなんです。でそういうカモが持っている病気を起こさないウイルスが他の宿主に伝播して、まあ、これは偶然伝播することになるんですが、伝播して本当はカモの中で生きていきたいのに他の動物に行っちゃって嫌なんです、ウイルスも。でそのウイルス嫌だけどもしょうがないからちょっと増えたいと、でちょっと増えれるようになるという変異を少しずつ獲得していって新しい宿主に、馴染んだというか順化した変異を獲得しちゃったやつがその宿主でよく増えれるってことになって、結果的には感染症を引き起こすような病原体に少し変わってしまうという、でこれがまあインフルエンザウイルスの典型的な伝播経路で、その中に新しい宿主の中に人も入っているわけです。だからこのインフルエンザウイルスというのは典型的な、このインフルエンザというのは人獣、典型的な人獣共通感染症と言えるわけですね。でこの人に入ってくるところで、過去のウイルスがどうやって人に入ってきたかというのはある程度分かっていることがあります。さっきの最初のスライドで出てきたスペイン風邪、これは H1N1 というウイルスで起こったんですが、これは昔のことすぎて本当かどうかはまだ本当に証明はできないんですけど、おそらく豚を介して豚で少し哺乳類に感染しやすくなったやつが人に入ってきて大流行を起こした。これはスペイン風邪の伝播経路だったと考えられています。アジア風邪の時、アジア風邪の時はさっき人に入ったスペイン風邪のウイルスと新しく鳥から導入された新しい型のウイルスが豚の中で先ほどの遺伝子再集合を起こして新しいウイルスになって人に入ってきたということが分かっています。それから香港風邪、この時もその前まで流行していたアジア風邪というウイルスが豚にかかって、そこに新しく鳥から導入されたウイルスが一緒に豚にかかって、ここで混ざり合って新しいウイルスになって、そして人にまた入ってきて大流行を起こした、こういうことが分かっています。で2009年に起きた H1N1 のパンデミック、これは豚由来、豚インフルエンザというみんな呼んでますけど、このウイルスはどうやって来たかというと、さっきのスペイン風邪、大体100年ぐらい前に豚を介して入ってきたと言いましたが、スペイン風邪のウイルスが、まあ、いずれにしても同時に豚と人に入ったわけです。で人のウイルスは人のウイルスで流行を繰り返してものすごい急激に変異を獲得して、今のウイルスとスペイン風邪のウイルス比較すると全然違う形に、さっきのヘマグルチン HA の形、スパイクの形が変わっちゃってたんで、豚のウイルスも、豚に入ったウイルスも緩やかなんですけども、抗原変異をしました。でもこれはかなり緩やかだったので、現時点で比較してみると、人に流行ってたスペイン風邪の末裔のウイルスと、新しく入ってきた豚のウイルス、同じ H1N1 という型なんだけれども、全然違うスパイクの形だったから、人間は免疫を持ってなくて流行してしまった。というのが、この間のパンデミックだ、世界的大流行だったわけです。それから非常に問題になっている鳥インフルエンザで、これは鳥に感染するとこの鶏は 100% 死んでしまうような病原性の非常に強いウイルスです。でこのウイルスがどうやって生まれるかというと、先ほど言いましたが、もともと自然界にあるウイルスはそんな病原性あるはずないんです。でこれが、まあ、言ってみれば人工環境ですね。例えばこのライブバードマーケット、中国とか東南アジアとか、まあ、あちこちに生きた鳥をそのまま売買しているマーケットがあります。でここには鶏だけではなくて、まあ、アヒルだとかガチョウだとか、すごい野生のカモだとか鳥と捕まえたやつ一緒に売られているわけです。しかも高密度で過密に飼育されている、こういうところで、もともと病原性がなかったウイルスがこの新しい宿主で何回も何回も何回も繰り返しこう感染を形骸されることによって変異が獲得されやすくなって、その中でポッとこう決定的な変異が入っちゃったやつが高病原性鳥インフルエンザウイルスになるわけです。で今問題となっている、それは今ここですね、決定的な変異が入ったところで、決定的な変異が今入りました。そして病気になる。で今問題となっている H5N1 というのは1997年に香港で最初に見つかりました。もうかれこれ10年以上経つわけですが、この時鶏で流行していたわけですが、人にも感染して、感染した人の3割ぐらいの方が亡くなるという事件が起きました。でこの時、これはかつて若かった僕ですが、
この時、WHO のチームで、としてですね、香港のさっきのライブバードマーケットに行って、一体本当にどんなウイルスがどんだけいるのかというのを調査した時の写真です。この時こんなバンダナ巻いて普通にこんな格好してやってますが、今だったらこんな格好でサンプリングすることは絶対許されないと思いますが、この時はまだラフだったと。で、これ、その後このウイルスは世界中に広がってしまいましてですね、この地図は赤く塗ってあるところは人の感染者が出たと場所です。で、重要なことはこれは人に感染してそのウイルスがまた人にかかって、で人にかかってっていう、その人感染で流行しているわけではないということです。このウイルスは鶏でずっと流行っちゃってて、鶏で流行っているウイルスをたまたま感受性の高い人とか、ちょっと遺伝的に免疫状態が悪い人とか、そういう人に感染したときだけ発症してたまには亡くなったりしているということです。人間の間を流行しているわけではない。で、これが花菌また野生の鳥の分布状況を示した鳥ですが、もう世界中に広がってしまって、今特に問題となっているのは中国、ベトナム、インドネシア、エジプトで、この4カ国なんですが、なぜ問題になっているかというと、この4カ国では鶏にワクチンを接種しています。で、鶏にワクチンを接種しているから、接種されている鶏というのは全然病気にならないんだけれども、ウイルスの感染自体はワクチンじゃ防げないから、ウイルスは出しているわけです。鶏から出ている。で、そういう病気になってないんだけどウイルスは出しているという鶏が、さっきのライブバードマーケットみたいなところで売られちゃってるわけですね。で、そういう鶏を、と接した人がたまたま感染しているというのが現状なわけです。そして、この人獣共通感染症インフルエンザはそうなんですが、医学と獣医学の狭間の分野でして、なかなか、専門的にそこを研究なり教育なりするところがなかったんですが、で、北海道大学には、人獣共通感染症リサーチセンターというのがあります。で、ここでは、医学獣医学部、獣医学、それから他のいろんな分野の先生方集まって、包括的な研究を進めているわけですが、例えばインフルエンザの話ですが、今日は、日本に2008年に渡り鳥が、白鳥が、ウイルスを、さっきの H5N1 ウイルスを運んできちゃった時がありました。北海道ですね。北海道で、サロマ湖とかのすけ半島のところからサンプルが運ばれてきて、それをいち早く診断して、ウイルス来ましたよと、ちゃんと全国の皆さんにお知らせしたりしています。それから日本だけではなくて、これはモンゴルの写真ですが、モンゴルまで行って、どんなウイルスが持っているカモがどんなウイルスを持っているか、 H5N1 は運ばれていないかということも毎年行って調査しています。で、去年2009年までは何が起きていたかというと、中国にずっとウイルスが持続的にいちゃってるわけですね。で、このいちゃってるウイルスが渡り鳥がそれを拾って、日本とかモンゴルとかに運んで、春先に渡り鳥が北上中に死ぬという事件が起きていたわけです。しかし2009年の夏ぐらいまでは南下する、つまり秋に南下していく渡り鳥からは見つかっていなかったんですね。しかし2010年の秋に稚内で H5N1 ウイルスが見つかってしまった。で、よくよくウイルスを調べてみると、北上中に2010年の春に北上中に渡り鳥が持っていたウイルスと同じウイルスが同じ年の秋に北海道稚内で見つかったということになります。で、つまりこのウイルスが野生の水菌の中にこう維持されてしまう可能性があるわけで、維持されてしまった、ずっとこう持って渡り続けちゃってると。で、このウイルス、カモに対してはあんまり病気を起こさなかったやつが取れたんですが、ニワトリに対しては依然として 100% 殺すウイルスなので、とてもそんなものが渡り鳥でポイポイ運ばれちゃったら危険なわけですね。で、こんな感じで私たちは、いろんなインフルエンザウイルスだけじゃなくていろんなウイルスと戦っているわけですが、私は都合ジャイカだとか、他の共同研究などでいろんな国に行ってますが、どこでも遭遇するのはやっぱり医学と獣医学のこのセクション、一緒にやってくれてないんですね。でもこれを解決しないと人獣共通感染症、今いろんな感染症問題になってますが、ほとんどが人獣共通感染症です。で、この問題は世界中同時並行的に医学、獣医学、それから他の分野も巻き込んで包括的にやっていかなければ、解決できない問題であると思います。以上です。